YouTube のコメント欄あるあるがマジであるあるということで見ていきたいと思います。まずはこちらですね。1個目、もうこれはねあるあるですね。もう僕もね動画を投稿したら1個目とコメントくれるんですが、たまにねなんかもう動画を投稿するよりも早くこの1個目コメントついてないかという時がありまして、もしかしたら動画投稿ボタンを押すよりも早くこの1個目コメントついてるんじゃないかってぐらいね早い時があるあるあるコメントですね。こちら、次はこちらですね。0分58秒ここ草、これもね時間指定のコメントですね。あるある、もうこれはねオチの部分というかネタバレのね時間が多いんで、やっぱり初見の時はねなかなか押しづらいコメントですね。次もこちらですね。7分21秒自分用、もうこの自分用の時間指定コメントは大体ねもうちょっとエッチなシーンに飛んじゃうともう僕はね思っています。次はこちらですね。さすがにまだ見てる人いないでしょう。このコメント自体がね1年前2年前とかの投稿の時があるんで、もうさすがにまだ見てる人いないでしょと思っているあなたよりも1年後に僕は見てますよというね、ちょっと時間のね流れを感じちゃうコメントですね。こちら、次はこちらですね。57件の返信を表示、もうコメントでね返信されても10件言ったらいい方なのに57件もある。もうこれはね喧嘩してますね。大体57件も返信があったら大体ね喧嘩してます。なのでそっとねスルーします、こういうね喧嘩コメントは。次はこちらですね。日本人いるというね、これもあるあるですね。見たことありますわ。なんか海外のコメントがねいっぱいついてるコメント欄であるあるのコメントですね。まあそれはねいるだろうと思うんですが、コメ欄がね外国語で埋め尽くされてたらよく見るあるあるですね。次はこちら、なんだよこの動画神かよというね、詳細ボタンを押さないと見れないねコメントなんですが、批判コメントかなと思いきや褒めるコメントだったというね、もうなら素直に褒めろと、詳細ボタンいちいち押さすんじゃねえというねあるあるコメントです。まあ隠すとねやっぱり見たくなる、修正をねうまく利用するあるあるコメントですね。次はこちらですね。いいねの数かける30分勉強します、これもね結構あるあるですね。学生ですかね、たまにこういうので何百件もねいいねがついてて、もう絶対こいつ約束通りの時間やってないだろっていうコメントもねありますね。やってたらね尊敬ですが、次はこちら、まだ低評価ついてないのすごい。このコメントをね見つけた動画は大体ねやっぱり低評価ついてますからね。まあ投稿されて早めに見たんですかね、で低評価がついてなかった時なんですが、これをね見つけた時は大体ね低評価ついてるっていう。次はこちら、詳細というねコメント、まあ、YouTube のコメント欄詳細ボタンを押すとコメントがね全部見える仕様を利用した悪質コメントですね。詳細と書いてタップさせようとしてくる悪質コメントですね。こちら、次はこちらですね。バリおもろい素晴らしいですね。これこそね投稿者に一番嬉しいコメントかもしれない。バリおもろい、このひらがな6文字が欲しくて投稿者はね動画を投稿しているのかもしれないですね。次はこちらですね。時間指定の連続コメント、これもねだいたいこの時間に飛ぶとちょっとエッチなシーンに、ね、なるというあるあるかもしれないですね。次はこちら、低評価押してるやつ投稿者に嫉妬してるんだろうなというね、低評価絶対許さないコメントですね。もう僕もねカップルチャンネルとかにねもう嫉妬で低評価をね押しまくってます。次はこちら、2019年12月にこの動画見てる人というね同じ時期に見てる人を探すコメント、もうこのね期間が過ぎてても僕はねこのコメント見つけたらいいねをね押してあげています。次はこちらですね。こんな10年も前の動画を今更見てる俺という昔の動画見てるんだぜコメントですね。なんですがこれもねこのコメントを見てる時点でねそんな俺くんをさらに上回ってしまっているというね、これも時間の流れをね感じちゃうコメントですね。次はこちら、再生時間8分10秒で草というね、まあ動画の長さでもねやっぱりネタバレになっちゃう動画あるんで、これもねネタバレ的コメントですね。次はこちら、なんか急におすすめに出てきた人挙手というね、これも結構ハレンチなというかエッチーサムネイルの動画がおすすめに出てきて見てみたらこのコメントが多いような気がしますね。次はこちらですね。0分から3分34秒ここ好きというコメントで、返信がね全部じゃねえかというねルーティンやりとりですね。ルーティンやりとり、もう人気動画どの動画でも大体あるコメント、ルーティンコメントですね。次もこちら、編集済みってダサくね、わかる、ダサいよね編集済みというね、こちらもねルーティンコメントですね。大体の動画になんかあるこのコメントと返信、もうルーティンコメントですね。
次こちらですね。いいねしたかったけどいいね100だからやめたというね、別にいいじゃんと、いいねしてあげなよと思うコメントですね。で、大体このコメント見るときには200とかね、300いいねがついてる。次こちらですね。毎日毎日こんな繰り返して見てるの私だけだよね。もうあんただけだよと。もう歌動画とかならわかるけど、YouTube の同じ動画繰り返して見てるのあんただけだよというね、コメントです。次はこちらですね。まだ見てないけど名作の予感。見てから言ってくれと。まあ、サムネイルのオーラというか、そういった雰囲気で名作をね、感じ取ったんですかね。とりあえずね、動画をね、見てあげてほしいですね。次はこちら。起きててよかった。もう深夜にね、動画投稿しても、何時に動画投稿しても、このコメントがつく。こいつずっと起きてるんじゃないかと。そういうね、ちょっと怖くなるコメントですね、こちら。このようにですね、YouTube のコメント欄も結構ね、あるあるがあるんですが、まあ、時間指定をして、それを押すと、ちょっとハレンチなね、シーンに飛ぶ、時間指定コメントあるある。これはね、続いてほしいあるあるだなと思います。ぜひね、続けてほしいと思います。以上です。